マアジ。マアジ、新アジ、マアジ、学名トレイクユリスジャポーニカスは、スズキメアジカに分類される魚の一種。北西太平洋の沿岸域に分布する海水魚である。日本では重要な食用魚の一つで、単にアジといえば、通常は本種を指す。生魚の全長は50センチメートルに達するが、よく漁獲されるのは30センチメートル程度までである。 体は防水型でややがは平たし、頭町は太鼓より長い。側線は体の中ほどで下方に湾曲し、背びれ第8南情したから、尾まで直家する。この側線上には全体にわたって、両鱗、両輪、俗称、前後、前後と呼ばれる棘状の鱗が69から73個、並ぶ。尻びれの前端部には2本の棘状がある。災害、災害。 選ぶた上演に一つの黒色斑がある。校内では、両角、口骸骨、隙骨、女骨、下に細葉がある。背側は緑黒色で、腹側は銀白色、中間域は金色である。体色と体型は、旋回の岩礁域に定着する、五木型、雪気群と、外洋を回遊する、回遊型、沖合回遊群で異なる。型は、 全体的に黄色みが強く、体高が高い。一方、海遊型は、体色が黒っぽく、前後に細長い体型をしている。例えば、東京湾沿岸では五木型を、金アジ、味、アジ、海遊形を、喉黒、黒アジなどと呼んでくしている。ウロアジ属諸種、メアジ等の類似種がいるが、本種は、第二世ビレ、尻ビレの後ろに勝利ヒレがないこと、側線の全てが、 両鱗で覆われること、側線が体の中ほどで大きく、下方に湾曲することで区別がつ。関西では真ジを赤アジムロ室ジを青アジとも呼ぶ。北西太平洋の固有種で、北海道から南シナ海までに分布する。特に日本海や東、シナ海で個体数が多い。地方ごとに独立した地方系群もあると考えられ、これらは遺伝子プール、形態、 生態、産卵地わずかずつ異なるとされる。主なものは、九州北部軍、東、シナ海中部軍、東、シナ海南部軍、小さい軍として、九州南方域、高知沖、関東伊豆付近、瀬戸内海、富山湾がある。海遊型は、沿岸から、沖合の中層、低層を群れで遊泳する。季節に応じた、長距離の海遊を行い、春に北上。 秋に南下する。一方、五木型は、旋回の岩礁付近に定着し、季節的な回遊をしない。植生は肉食で、動物プランクトン、甲殻類、多毛類、イカ、タの小魚等を捕食する。産卵期は、地域の気候によって異なり、東、シナ海では1月だが北海道では8月となる。早春の東、シナ海で、魚、 稚魚が多数見られることから、海遊型は東、シナ海で散乱し、これらが黒潮に乗って、東アジア沿岸域に分散すると考えられている。散乱数は、全長 20cm 台のメスが、約10万から30万、全長 34cm 以上で36万から56万、に達する。卵は、直径0.8から 0.9mm の、 分離浮き製卵で40時間ほどで全長2.5ミ、mm、リメートルの飼魚が孵化する。幼魚は流れもにつくことがあり、内湾の浅い海でも見られる。2から3年で成熟し、寿命は最長12年という記録がある。本種は日本産アジ類の中でも特に漁獲が多く代表種となっていることから間がつく。荒井白石はアジとはアジなり。 その味の美を言うなりとイヘリと記している。食用に利用する際は、大きさによって、小味、中味、大味等とも呼ばれる。味の語源については味を参照。地方名も多く、あず、富山、秋田、目玉、東京、のど黒、黒味、東京、海遊形を指す木味、金味、東京、五木型を指す、赤味、関西、地魚を指す、平味、 和歌山、大阪、広島、フォンア味、和歌山、戸塚ア味、戸塚は、和歌山、大味、神戸、松江、鬼味、兵庫赤市、前後、中国、四国地方、金部味、鹿児島、神丹、鹿児島、地魚ス等がある。関味は、豊余海峡で漁獲し、大分県大分市佐賀の関で水揚げした味の商標である。 日本では重要な食用魚として、低地網、巻き網、引き網、刺網、釣りなど各種の漁法で大量に漁獲される。ほぼ季節を問わず漁獲されるが、春は夏とされている。身はピンク色である程度の脂肪を含む。白身魚と赤身魚の中間の品質を持ち、青魚の一種に数えられる。海遊型は漁獲量が多く、身の脂が少ない。 煮付月型は、漁獲量が少なく、身の油が多い。用途は唐揚げ、南蛮漬けフライムニエル塩焼きに付け、刺身、たたき、寿司種、干物、つみれなど極めて幅広い。大きさによって、調理法も異なり、例えば小さなものは唐揚げにされることが多い。薬味には、ネギや生姜を用いる。房総半島周辺のなめろうと、郷土料理も各地にある。 大型個体は一本釣りなどで狙うこともあるが、中型、小型のものは網類等を巻きへ、小ませとして使い、錆びきで釣り上げる方法が一般的である。中には、茨城や千葉など、小ませなしで行う地域もある。夜には、船舶や漁港などの集魚等によく集まるので、夜釣りの対象ともなっている。陸からの釣りはサビキ釣り、カゴ釣り、浮き吹かせ釣り、延べ竿の浮き釣り、ルアー釣り、 アジングなどもある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。